1月28日月曜日です。では行ってみよう。ありがとう。すいません、この吉エビちょうだい。はい、ありがとう。はい、はい、すいません、姫ちょうだい。これ、はい、この塩むきちょうだい、はい、これね。はい、ありがとう。はい、あ、これもちょうだい。はい、どうも。はい、ありがとうございます。すみません、この五代ちょうだい。このアナゴもちょうだい。コーヒー、じゃあこれちょうだい。これね、はい、はい、ありがとう。はい、はい、この300円のちょうだい。はい、すみません、これちょうだい。あとこっちのエビ、ガスエビもちょうだい。はい、ガスエビね。はい、はい、ありがとう。すみません、イタヤガイちょうだい、2つとも。はい、はい、になります。こっちのこれもちょうだい。どうも、今日はもう帰ります。はい、今日は月曜日にしてはまあそこそこのお魚が買いました。では説明していこう。ヒューっと、夢カサゴ600円でした。ここからここまでちょっと小さいけど鮮度のいいイボダイ、これ450円だったかな、これはキンメダイ、これ600円くらいだったな。これはスミクユウオ、白ムツとか赤ムツの仲間、禁煙、500円です。とてもおろしにくく身が柔らかい、これ白ムツ12、そこそこでっかいの600円でした。のじめになってて鮮度が今一つ。これマダイ、これとこれで300円でした。ハゼとイイダコとカワハギ、ハゼはのじめですね。生きてたらこれ1000円超えます。はい、これはヨシエビ、これだけで800円でした。まあ安い。はい、これはガスエビ500円、安いエビです。鮮度劣化がとても早いので安い。これはアナゴ1000円でした。すでに開いてありました。あとこれ、カキ、マガキ、700円、これとてもでっかいとニギス500円でした。はい、こちらのメヒカリも500円でした。一回り大きいと1000円だったんでちょっと、気が引けた。これはたくさんあるの、イタヤガイ、とても美味しいんだけどブルマリが悪いです。600円です。こんな感じです。ではさばいていこう。